な、みんなは何してる、何。はいどうも、マウンテンリバーの龍団羊。はい、今はね、これも車の中寝てもらったら分かりますよね。マクド行ってます。ってことはドライブスルー企画第2弾。はい、まあルールは前と一緒です。ボイスメモに注文したいものを前もって録音しておきます。はい、その言葉だけで注文します。一切喋ったらダメというルールです。え、まあね、喋るのめんどくさい僕たちからしたら楽な、そうですね、方法というか、なんで今のうちに録音していきたいと思います。この前ね、ちょっとだいぶ不十分やったんで、第1回目がなんていうん、適当っていうか1個しか録音してなくて2個か適当すぎやろみたいな言われたんで、今回はしっかりね録音準備していきたいと思います。はい、それではねやっていきましょうか。想定してほんまに行くよ。こんにちは、ご注文でよろしいでしょうかって聞かれるから、はいはい、じゃあとりあえず行きます。行きます。3、2、クーポンの509一つ、クーポンの509一つ、こんにちは、ご注文でよろしいでしょうかって聞かれるから、はいはい、509一つ、それとハンバーガー一つとチキンクリスプ一つと、コーラの S 一つ、あ、待って、いや、すみません、コーラやっぱなしで、マックシェイクのストロベリーの S。 それと、ハンバーガー一つと、オッケーオッケーオッケー、チキンクリスプ、完璧ちゃう？オッケー、以上で、以上で、以上で。ありがとうございます。あと単品ハイはいらん。単品ハイありがとうございます。はい、ありがとうございます。オッケー、これでいきます。これは完璧でしょ。3人運転できるので、じゃあもうじゃんけんで決めよう。いいよ、最初はグーいいんじゃん、ほい、文句なしやで、言い出しっぺやからもうわあ！それでは今からドライブスルーに行ってみたいと。やりご。やっぱヤンキー多いな。どこがやねん。全員帽子かぶってるもん。ヤンキーって全員帽子かぶるから。全員帽子かぶってる。ヤンキーって全員帽子かぶるから。さあ準備完了。着きました。クーポンの509一つ、はい、それとハンバーガー一つと、はい、チキンクリスプ一つと、はい、コーラの S 一つ、あ、待って、すいません、すいません、コーラやっぱなしで、マックシェイクのストロベリーの S、 ストロベリーの S、 はい、はい、ありがとうございます。じゃあ大丈夫だよ。ドリンクストローとお通しよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、お通しいただきます。お会計530円です。車前にお願いします。見事成功しました。喋るのだるかったけどよかったな。頑張ったよ。はい、ありがとうございます。乗り切った全部余裕。どの街よりも多い路地裏、ここを抜ければいつもこいつ